まあ、自分が入る前にしっかりと得点を重ねてリードしている形だったので、まあ、自分はまあ入ったら試合を引き締めるということ、失点をしないということがタスクだったと思うので、まあ、そこは全員でやれたと思うので、まあ、良かったと思いますけど、相手がガクッと落ちた時間帯に多分もっと 1,2 点取れたと思うので、そういったところはもっとこだわってやっていかなきゃなと思います。グループリーグ突破もかかってましたし、まあ、ホームで勝利がなかったので、そういった部分ではすごくリーグ戦にもこれからの試合にもすごくプラスになる試合だったと思います。こうやること、自分のできること、求められていることっていうのが少しずつですけど、まあ、頭の中で整理されてきたなっていう感じは、まあ、自分ではありますけど、まあ、まだミスも多いですし、戦術的なエラーっていうものはまあ、チームとしてなくしていこうっていうのは言ってるので、そこはマストでやらなきゃいけないと思うし、まあ、あとはもう本当に個人戦術のところで、まあ、クリアするのかとか、しっかりゴールを守るのかとか、そういったところはディフェンダーなので、まあ、まずはゴールを割られないってことを目標にやっていければいいと思います。先に失点したりしてしまうと厳しくなるっていうのは自分たちが一番分かっているので、まあ、固い試合になると思うんですけど、まずはしっかり無失点で終われることがまず大事だと思いますし、まあ、その我慢した中で点取ってくれれば、あとは自分たちが守るよっていう風になればいいと思うので、もっとその失点をしないっていうことにこだわりを持ってやれればいいかなと思います。まあ、仙台戦勝利した勢いそのままに、勝利に向かってみんなでやりたいと思いますし、まあ、リーグ戦の、ね、ホームの勝利はまだないので、皆さんに勝利というものを届けられるように、まあ、自分たちは全力でやるだけかなと思います。もっともっとこう監督のサッカーを落とし込む、それプラス自分たちのもっとやっていきたいことっていう自分の個人の色を出すっていうことも大事だと思うので、まあ、そういった部分を伸ばしていくのは必要だと思いますし、まあ、あとは得点も少ないので、まあ、そこはまあ自分たちもセットプレーだったりとか、まあ、セットプレーで、ね、1本ぐらいしかないと思うのでそこは狙っていきたいと思いますし、まあ、自分たちはもう本当にマストで無失点というのは無失点という試合を増やしていけるようにできればいいと思ってます。いつも応援ありがとうございます。リーグ戦のホームでの勝利というのはまだ届けられてないので、次の横浜に絶対勝って、皆さんと喜べるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。